はい、これで大根とツナのサラダ完成です。はい、おはようございます。今日は大根とツナのサラダ作っていきたいと思います。大根が冬は美味しい季節です。これでやっていきたいと思います。で、ネットでは千切りにしてツナと和えるっていうのが多いんですけど、今日はいちょう切りにしてちょっと塩もみして、それで和えていきたいと思います。はい、まず大根、だいたい5センチぐらいですね。これ皮むいていきます。ああ失敗、こうやって剥いていった方が楽かな。ああ、これはめんどくさいな。かえってやっぱこうやって剥くのがいいですね。はい、そしたら半分、あら、そして半分と、そしたらまた半分と、はい、8分の1に切りました。8分の1、そうだよね。はい、こんな感じで切ります。そしたらなるべく薄く切っていきます。これなるべく薄くですと言ってもあんまり包丁上手じゃないんで、できる限り薄く切っていきます。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで切り終わりました。これぐらいに切れてます。こんな感じですね。はい、そうしたら塩小さじ3分の1ぐらいですかね、これ入れます。そしたら揉みます。よく全体的に行き渡るように揉んでください。はい、これで10分ぐらい置いときます。はい、10分経ちました。こんぐらい水出ます。はい、そしたら絞ります。一回絞って見えなかったですよね。ぐっと絞っていきます。こんな感じで水が出ます。ここはポイントです。はい、こんな感じでできてます。そしたらツナ、これ汁捨てました。ツナ入れていきます。はい、こんな感じで入れました。そしたら軽く混ぜます。うわ、もう美味しそう。そしたらマヨネーズですね。適当にちょっとずつ入れて味見しながらいった方がいいと思います。お好みでマヨネーズの量は調整してみてください。あ、美味しそう。はい、これでちょっと一回味見してみます。どうしようかな、もうちょいかな、いいかな、こんなもんで。ほんのちょっと塩追加します。これでいいと思います。塩なくてマヨネーズ追加すればいいのかもしれないですけど、まあこの辺は好みでやってみてください。はい、そしたら盛り付けていきます。お皿の色が良くないな。まあいいや。はい、これで大根とツナのサラダ完成です。わー、はい、じゃあいただきます。あー、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。まあ安定の大根とツナって安定して美味しいんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しいです。これ簡単にできますんで、ぜひやってみてください。バーン。今日は大根とツナのサラダ作ってみました。
よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバーイ。